皆さんこんにちは。ボンボンニュースの時間です。サルトークのゆみさです。工場長です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、工作をしようと思います。おー、はい、何をするかと言いますと、はい、ペペー、はい、こちら段ボールなんですけども、はい、あれですか、まさか今大ブレイク中の段ボール自販機っていうやつですか。おー、その通りでございます。おーすごく作ってみたかったんですよ、はい、本当ですか、はい、今めっちゃ流行ってるんで、はい、作ってみようかなって思うんですけども、はい、段ボールの大きさは何でも大丈夫です、はい、まあ、今このサイズですけども、出したいものによる、はい、そうですね、はい、自販機の中に入れるものによって段ボールを、超特大なものでもいいですし、もう超スモールなのもこんぐらいになってる、何が入ってるんだってなりますよね、はいはい、作り方の手順教えていきたいと思います。まずはですね、商品が見える穴を開けます。お、はい、そうしましたら商品の出口を作ります。お、はい、その次に商品を置く場所ですね、置く場所を作ります。でその後商品を押すボタンをここに数分ね作ります、はい、でその商品をポチッと押すと商品が出てくる仕組みを作ります。お、これで完成。必要な道具を説明していきましょう。まずは好きな大きさの段ボール、段ボール、はい、で商品を置くための、はい、ちょっと板みたいな感じのやつですね。で、いろいろ貼り付けるためのガムテープ、粘着力にこだわっているので今回はガムテープなんですけど、はい、セロテープでも全然大丈夫です。はい、大丈夫です。あとはペン、何色でも大丈夫です、お好みで。そしてお箸、割り箸です。はい、割り箸です。割り箸じゃなくても普通の木の棒でも代用できちゃいます。はい、そして自販機の中に入れるチョコレート、入れるものはお好みで変えてください。ダブルクリップ、ダブルクリップ、これがなんとスイッチの部分になるんです。ボタンを押すとこですね、はい、そしてカッターとハサミ、ボンドかノリか貼り付けられるものを準備します。はい、以上となります。以上です。ではこちらを使って早速作っていきましょう。いきましょう。じゃあまず、はい、この商品の見える穴を作っていくでしょうか、はい、くり抜くサイズのね、はい、書きました。あと取り出し口、くり抜く穴でございます。商品が出る場所ですね。そしてスイッチはこのクリップの大きさに合わせて、はい、これをくり抜いていきましょうか。はい、はいはい、切り抜きました。という感じですね。そしてですね、このボタンのところが小さいんでね、ちょっと開けるのが難しいんで気をつけてください。おーい、スイッチの穴が開きました。はい、開きました。次はこの物が落ちてくる仕掛けを作っていきます。はい、まず割り箸、割り箸の長さはこの段ボールを超えるぐらいの長さで、段ボールを超える長さで、はい、そしてこの自販機の横の後ろの方にこの割り箸が刺さるような穴を開けていきます。で、開けるときこのところの平行なところにこうやって開けていきます。はい、なるほど。で、割り箸がこうやって通りました。はい、通りました。そして次に進みましょうか。はい、次に商品の土台を作っていきます。なるほど。はい、で、段ボールをはい、この奥行きに合わせて、奥行きに合わせて、なるほど、はい、切っていこうと思います。はい、これが土台になります。なるほど。この奥行きよりもほんのちょっと短くするとちょうどいいですね。なるほど、そうなんですね。はい、そしてこの土台にこのダブルクリップをはいパチンとつけます。はい、隙間が空くようにつけて、後で微調整はいくらでもできるので、とりあえずつけます。はい、これを横にこう入れてくる、そんな感じです。はい、こんな感じでスイッチになります。見えますか。はい、アレンジを加えまして、今の状態ですとね、この商品が奥にこう落ちてしまう可能性があるので、手前にやっぱ出したいですよね。そんな時、段ボールをまあ線つけてこのサイズに切っていただいて、中に入れてもう手前に絶対落ちてくるようにします。完成しました。はい、じゃあ置きますよ、陳列です。はい、チョコレート自販機です。はい、チョコレート自販機の完成でございます。はい、こんな感じです。あー、お腹が空きました。おー、じゃあなんか出してください、はい、なんか出してください。
じゃあ何が食べたいんですか？チョコレートが食べたいです。チョコレートが食べたい。しょうがない、買ってあげましょう。本当ですか？パチッと、わーという感じで自販機ができるわけですね。はい、そういう感じでね。この商品は皆さんのお好みで入れられますので、まあ、大きいものがね、入れたかったらもっと大きい段ボール用意して作ってみてはいかがでしょうか。はい、本当に簡単にできますので、ぜひ試してみてください。はい、しかもこれにいろいろ装飾したらすごい可愛い。そうですね、デコレーションで色つけたり。はい、それでは以上、ボンボンニュースでした。バイバーイ。